皆さんごきげんよう爽快キックです。今回もね、第83回、オークスの予想を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。本日はね、えー、UCC のコールドブリュー。コールドブリューかなこれ。ね、いただきたいと思います。ちょっとね、このブリュー、ブリューかどうかわからないんだけど、あの、綴りね。はい。BREW <laughs>。ちょっとね、あの、読み方わからなかったら恥ずかしいので、ちょっとググったんですよね。あの、iPad の方で。 こで、まあ、ちょっと最近のさあのつづりをグッたらさ発音も出るんやねね、びっくりしましたちょっとクリックするでしょブーこれ何のこっちゃわからないっていうねえっ、ー、と醸造するっていう入れる企む起こすっていうねあの意味だそうですはいねえ高校時代覚えてたんでしょうかね今は全く覚えておりませんはい まあいただきましょうか、はいコールドブルーいただきたいと思います。<laughs> さて、オークスの予想ですけどね、はいまあ実況の方でね、あの週半ばから、なめる本命でいきますって言ってたんですよね、ただね、直前になってね、なめる本命はやめます、はい。うん、まああそれですねね今回ねあの パッとにね、2000円入れてきました。それなので、まあ、200円ね、ちょっと、今日ね、土曜日、喧嘩あったので、まあ、残りの1800円でね、二等軸、えー、等軸、マルチ、三等流し。去年のね、ビクトラマイルも NHK マルカップもね、あの、3連単で、マンバ券取ったんですけど、その時と同じ購入フォームでね、攻めたいと思います。オイラにとっては1800円は勝負ですね。はい。まあ、それでね、あの、舐める本命で行く予定だったんですけど、本命買います。はい。 本命はねサークルオブライフルメール,ルじゃねえデムロですはいはい桜花、まあ、賞を見直してみましてやっぱりね内先行有利内が有利でしたよね外枠の間が外枠というか外差しの間がね全く伸びなかったと、まあ、その、ね、筆頭がナミュールでありサークルオブライフなんですけどナミュールとサークルオブライフを比べた時にどっちが最後まで伸びていったかというと間違いなくそれは サークルオブライフなんですよね。はい。4着まで上がってきてね。ね。うん。まあ、負けて強しの競馬でしたよね。はい。うん。まあ、サークルオブライフの方がね、あの、確実に差し出し、力のある馬場でね。まあ 今日もちょっと東京のババ見ましたけど、まあ、雨が降ってましたね。はい。まあそれで明日も、明日晴れるそうなんですけど、予報を見たら晴れ時々、晴れ時々じゃないな晴れ一時雨って書いてありましたね。だから明日になってみないとね、ババっていうのは分からないんですけど、まあ例年より力のいるババなのかなという感じがするんで、まあね、あのサークルオブライフ、エピアネアサンクでね、少々ババが渋っても突っ込んできそうなね、感じ、まあ妄想ですけどね、するんで。 サークルオブライフ本命でいこうかなと、はいまあ、あとねあのもう軸ね、はい、もう一頭の三えー、っとごめんなさい三えー、っと2頭軸マルチね3頭流しでもう一頭の軸ねアートハウスにしますはい、まあ、こちらがねーダジョッキーがね忘れ慰しを勝ってオークスいきなり G1 に、ね、臨むわけですけど なんと、まあ、カタジョッキーって言ったらね、スターゾンアース、桜花賞馬に、桜花賞の時にね、乗ってたわけですけど、桜花賞馬を嫌って、アートハウスを選択したんですよね。ちょっと全体未聞じゃないですか。桜花賞馬を選択しないで、ね、オープンバーを選択したっていうのは、ちょっと全体未聞な感じがするんですよね。はい。まあ、それで聞いてみたら、なんか、母親のパールコードが、ね、カタジョッキーが乗っていて、 GI 勝てなかったら悔しい思いがあるそうなんでちょっとアートハウスを優先したということですねはい、まあ、前走、忘れな草賞ね、えーまあ、0秒5差で完勝してるんですよねはい忘れな草賞っていったらね、あのー、まあ皆さんご存知でしょうけど、まあ、オープン牝馬限定のねあのオープン特別なんですけど桜花賞,賞じゃねえよオークスとはねつながりの強いレースでねス賞からオークスに 調整してカッっまいうのねんますよ、ね、はいうんまあ、それで、まあ、ね、まあ、そこで楽勝してきたんで、まあ、ね、それでカードジョッキーがおかしおばけって、こっち選択したきたので、まあ、まあ、ね、県内のなのは間違いないかなと。まあ、それでこの二等地ね、現在一番人気2番人気ですけど、 まあ人気はね、あの直前までどうなるか分かりませんけど、混戦ですからね。まあ、これに当時マルチでいきたいと思います。はい。ちょっと休憩しましょうか。はい。うん。うん。まあ、それで、バばをね、見てたんですけど、えー、っと、ちょっと、ごめんなさいね、なんか、し調べてない。前調べが段取り悪いですね。 えっと東京コースは B コース2周目でしたっけどうでしたっけちょっとあの、確認するの忘れててごめんなさいね。B コース2周目かなどうですかダービーの時 C コースになるのかなひょっとしたら。ねまあ、ババの方はね、まあ、やっぱりね、あの雨の競馬もしてたので、うちの方が悪いのは、まあ、そうなんだろうね。うちの方が悪いのは間違いないんだろうね。うん。まあ、ただ、うちからもまだ伸びてるし、うん。 まあ直線外に出した方がいいとは思うんですけど。まあ先駒版は残ってるんでね。明日、どうですかね。うん。まあペースが早かったら外差しになる可能性はね、十分にあると思うんですけど。まあ、まあ、どうなんですかね。ペースは逃げ馬がはっきりとした馬がいないんでね。どの馬が逃げるかわからないので、ペースもね、読めませんよね。うん。ごめんなさい。うん。まあそれで、まあ、ババアはね、まあ、 外優勢っていう感じはするんですけど、まあ、まあ、サークルブライフもね、おそらく直線外回すだろうし、ね、うん、まあ、アートハウスがね、ちょっとどうなのかな、先行して、どうなんですかね、枠はもうちょっと外の方が良かったんじゃないかなとは思うんですけど、うん、まあ、それで、まあ、二等軸マルチですね。二等軸、二等で攻めたいと思います。それで三等流しですね。はい。まあ、それで一番考えたのがナミールですね。はい。ナミールね、 正直、本命の予定してたんですけど、バッサリ切る予定でした。<laughs> だけどね、あの、ダイスポーね、あの、一面ね、あの、田原聖貴の、田原聖貴さんの予想なんですけど、まあ、たけし君ね、あの、横山たけし君ナミュールを応援するということですね。はい。まあ、今までの軌道はね、あの、まあ、ね、外野ではね、下手くそ未熟とか言われてるんですけど、まあ、馬の状態が悪かったっていうのもあったと。まあ、前走のね、 ビクターマイルズはレシステンシャの記事は褒められたものではないという記事をね、書いてますけどね。はい。うん。まあ、ナミールね、この記事見てね、買おうと思いました。<laughs> 正直、あの、桜花賞では、まあ、早めに外から上がっていって、最後垂れてるんですよね。それで決闘を見たらね、やっぱボケ、まあ、大メジャーなんで、短距離馬なんですよね、サンブル・エミューズってね。距離、まあ、微妙なところがあって、まあ、ただ、ハンビージャーだからね、持つとは思うんだけど、 ちょっと微妙かなっていうところがあって、まあ、無印で行こうかなと思ってたんだけど、まあ、ナミール、やっぱり変えますわ。はい。本命し予定してたまをバッサリ消すっていうのはね、来られてた時すごいダメージがあるんで、やっぱり変えますね。ナミルタール、アナにするわ。はい。うん。うん。ナミルタール、単穴。うん。まあ、それでさ、あのー、オークスの時あ、ごめんなさい。先週のビクトラマールの時さ、あのー、 ソダシを無印にするって言って、その理由に、田原誠輝さんがね、あの、えっ、ー、とあの、あれはチャンピオンズカップか、ダートに出走した時に、まあ乾杯して、まあ、ソダシの走行きがなくなってるっていう話をね、田原誠輝さんがされてたんですよね。その予想をもとに、ビクトラマイルはね、あの、ソダシ無印で行きますって言ってたんですけど、直前の田原誠輝さんの予想はどうでした田原誠輝さん、ビクトラマイル、何本命打ってましたソダシ。育 ひどい予想だなと思って、割れながら。で、ね、田原聖樹さんの直前の予想を全く知らずに、なんか、チャンピオンズカップの頃の田原聖樹さんのコメントを、まあ、まあ、ね、鑑みて、なんか予想してたので、まあ、ひどい、割れながら予想だなと思ったんだけど、うん。ねどうでした田原聖樹さんのビクトラマイルの印は。<laughs> ひどいよね。うん。まあ、それで、まあ、ターナーナメールですね。はい。 まあそれであと2頭ですね、うんまあ。ウォーターナビレラを買いたいと思います。はいまあ、ウォーターナビレラね、あのシルバーステート3区で、まあ、距離がね、まあ、そ、まあ、らく大丈夫だと思うんだけどね。うん。うん。まあ、これまでに関してはね、やっぱり桜花賞ですごい馬体が変わってきたなっていう印象があってね。 すごい成長してきたなっていう印象で、桜花賞のパブック見たら、ウォーターナビレ,ラレナビレラ来るなと思って、ねまあ、ウォーターナビレラ消してたんで、あこれやられたわと思ってたんですけど、まあ、ここでやっぱり、前奏のなんか馬体がすごいよく見えて、うんまあ、ウォーターナビレラはね、一枠一番で、まあ、先行作でしょうけど、バ,バアがどうなんですかね、外の方が良かったのかもしれませんけど、まあ、 ひょっとしたら逃げるかもしれませんよね。まあ、オークス逃げ馬、あまり良くないっていう話をどっかで聞いたことあるので、うん、まあね、竹幸四郎、竹豊コンビで、ちょっと変えます、はい、今回。それであと1頭ですね、はい。ね、スターズ・オン・アウスが、外、オーソワックに入って、オーソワックはまだ、最近は全然勝ってないんでしょう。ただ、ルメールさんがね、あのー、まあ、スターズ・オン・アウスに乗るわけですけど、 これ、品形が、ソウルスターリングの品形で、まあ、おばあちゃん、祖母もね、あの、フランスオークスバーということでね、オークスにはすごい、あの、関係が深くて、ルメールさんはすごい喜んでたそうですね、今回乗るにあたってね。うん。だか血決闘的にね、2400メートル長いということはないだろうし、むしろね、あの、適正はあると思うんですけど、まあ、オーソワクに入ってね、オーソワクがどうなのかっていうところで、まあ、でも、例年と違って、外もね、馬場が、 うちより、うちより外の方が馬場良さそうなんで、まあおそらく、そんな苦にはしないのかなという。まあ一着は難しいかもしれませんけどね。まあ、十分馬券系内もあると思うんですけど、まあ、ちょっと思い切ってプ、プレサージュリフト行くわ。はい。うん。プレサージュリフト。まあこれがクイーンカップ勝っていてね、大歌唱で、まあ、なんか知らないけど、最高峰近くから行って、まあ足を余した形になるんですけど、まあこれももう外回してね、大歌唱で、まあ差し余した、 ね、ま,でまあ11着ですけど着順よりかはもう結構最後伸びてるんで、うんまあ、軽視はできないですよねまあそれでクイーンカップといえばね昔はもう桜花賞にね直結すると言われていてクイーンカップ馬は絶対勝っとけみたいなね昔いましたよね桜井豊夫さんくのなかか出てこないな <laughs> なんだっけ <laughs> なんかいましたよね、桜井隆夫3区で、まあ。クイーンカップとオークスは非常に相性が良くて、まあ、プリサージュリフトね、これも、母系ね、短距離場だったかな、ねうん、ちょっとね、まあ、ハービーチャーなんでね、<laughs> まあ、ねよく言われているのが、テイム・オペラオがね、父がオペラハウスで、母がね、スプリンターで距離持つのか心配されて、思いっきりコテコテのステイヤーだったんで、ボ、ま、ケ、あ、だけでは分からんなというところがあってね。うん まあ、父が50%で母系母・父は25%じゃないですか、まあ、母50か母50だね <laughs> どうなんですかねねうん、まあ、この二頭軸マルチ三頭流しでね攻めたいと思います、まあ、18頭ですねはい18点ですねはい、まあ、それでねちょっとね買いたかった馬っていうのも話しとこうか えっと、スターニングローズあたりね、あのー、これね、2歳児のね、えー、サウジアラビアロイヤルカップでしたっけね。ちょっとあの、馬券買ってて、頭で買っててね、トザキジョッキーが乗ってたと思うんだけど、まあ、スローペースの前残りでね、後ろから行って届かなかったっていう3着だったのかな。それ以降、まあ、セリフォスにはね、0秒5差で負け続けてきたんですけど、まあ、連勝して、フラワーカップ買ってね、あの、オークス来たわけですけどね、これもね、昔、なんか、俺は買ってたんだよね。 サウジアラビアロイヤルカップで本命にしてね <laughs>。まあ、レーンが乗ってね。レーンなんか不調みたいですけど、まあ、怖いなっていう。あと、ベルクレスタ。これも買おうと思ってたんだけど、直前で買うのやめたんだけど、まあ、この前もね、阪神ジュメラルフリーズでね、買ってて、まあ、仕掛けが早くてね、垂れたんだよね。ちょうどだから、大カ賞の、 ナミュールみたいなね、感じで負けたんで、ベ,ラベルクレスターね、強いと思うんだけどね、大花賞はすごいいい競馬していてね、サークルオブライフと同じような競馬していて、まあ、ほとんど差はないですからね。ベルクレスターも面白いんじゃないかなと思うんですけどね。うん、ただ、阪神自慢ルフリーズでちょっと負け方が気になるんで、距離が。まあ、どうなのベル、ドラメンテだからね、今やステイヤー決闘のドラメンテですからね。<laughs> あとパーソナルハイもね、前走実は大花賞で、 まあ余ったお金で買ってましたね。はい。あの時、なんか6点だけね、なんか買うって言って400円余ったのかな。それ、それパーソナルハイから言ってたんだよ。確か。そしたらなんかね、大箇賞で6着構想ですけど、これね、ちょっと不利があってね、もうちょっと来そうな感じでしたよ、大箇賞なんか VTR 見たら。もうちょっと前に来そうだなという感じで。まあ、フローラスタークス絶対買いだなと思っていて、まあ、大箇賞6着だからね、人気してたんだけど、まあ2着でしたね。はい。うん。 まあディープサンクでね、一発あるかなっていう。あとピンハイあたりはね、あの、内から伸びてくる印象でね。うん。うん。まあ、ミッキーアルサンクでね、どうですかね。うん。まあ、あとは、エリカビータですか。ね、フローラスティック使ってきた福田がジョッキーで、不気味ですよね。 まあサゾン・アースもね、おそらくでなければすごい人気してるでしょうし、うん、ライラックはね、お菓子の時買ったんですけど、やっぱり、ね、馬体が小さいまだなっていうね。うん、まあそのあたり、ちょっと、おつをね、確かめておきましょう。ちょっと今日長いね。まあね、あまりついてなかったんだよね。うん。 三連単二等軸マルチで、えっとアウトハ、アートハウスとサークル・オブ・ライフね。はい。まあ、それでマルチありにして、ウォーター・ナビレラで。ナビルね、本当買う予定、ながら新聞見て買う買うように決めたんで、それまではだからプレサージ・リフトとスターズ・オン・アース買おうと思っててね、スターゾーン・アースはちょっと消したんだけど、まあ、このね、 二刀マルチ三刀、なんかし、18点で、あ全部万馬券ですね。はい。まあでも、最高配当でも786倍なんで、7万8000ですね。まあ、そこまで大穴はないかなっていう。うん、まあ、そんなところですね。うん。まあ、ちょっと、オークスね、ね、当てたいですよね。<laughs> ちょっと今日、しょうもないギャグから入って、ね。<laughs> あというわけでね、今回ね、これで終了します。土曜日ね、またあの Vlog、競馬 Vlog 作ったんでね、ぜひ見てください。はい。うん。ひょっとしたらね、今年初勝利してるかもしれませんよ。はい。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。